はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。今回はギレンの野望ジオン独立戦争機ジオン軍編難易度ハード続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、北米大陸西海岸のキャリフォルニアベース、東海岸のニューヨーク、この2つ攻略完了しています。今回はその後ということでアジアの攻略を進めていきたいと思います。具体的にはですね、オデッサに降りているギレン総帥、これをまずマドラス、インドのマドラスに進軍させます。でその後宇宙にいるコンスコンの部隊を地球へと降下させて、マドラスを交流したギレンの部隊と合流、北京を狙います。でさらにキャリフォルニアベースにいるガルマはですね、この後ハワイ攻略に向けて準備を進めてもらいます。具体的にはですね、潜水艦、これを配備して、水陸両用モビルスーツも配備していきたいと思います。ドズルはしばらくの間ニューヨークに待機、キシリアも宇宙で待機という状況です。では早速作戦ですね、発動していきましょう。攻略作戦、まずはマドラス基地、ここの攻略を始めます。オデッサからマドラスに向かいましょう。まずはね、ギレンの部隊がつつがなくしっかりとこのマドラス基地をできるだけ損害少なく攻略するっていうねポイントになるかと思いますので、この後具体的な編成もご紹介しておきたいかなと思います。攻略作戦を発動します。各軍団への作戦指示をお願いします。では早速予定しているギレンの部隊、これを動かしていきましょう。ギレン総帥の部隊ですね、移動で、ここにはですね、ギャロップとファットアンクルですね、これを配置してあります。具体的な編成もちょっとご紹介していきたいと思います。はい、こちらがギレンの部隊ですね。まずギレン総帥はですね、自らザクキャノンに登場してます。オルテガ、マッシュ、ガイアの3連星は、まあ、未だに3連星専用のザクに持ってもらってます。で、その他はですね、ザクの指揮官機、もしくはザクの陸戦型、これを中心に配備をしていて、一部はデザートザクも配備済みというところですね。で、この後、降下してもらう予定のコンスコンの部隊も簡単にご紹介しておきましょう。コンスコンの部隊ですね、ガトーに加えてですね、カリウス、あとはレムはですね、専用のザクに乗ってもらってます。ここはどうだろう、人事で編入しちゃいましょう。まあ、なんといってもここには、ケリー・レズナー隊を配備しましょう。で、ケリー・レズナー隊は、そうだな、陸戦型ザクに乗ってもらいましょうか。どうだろう、この部隊がちょっと索敵が弱い感じがあるので、一部部隊入れ替えましょうか。ザクの C 型とかはもうあまり活躍の場がないかなと思うので、ここは配備し直します。指揮官機、指揮官機がないかとなるとザクフリッパー、あとは高機動型ザクが一般ユニットできてますね。ではこれも配備していきます。では配備を終えたらターンを進めておきましょう。22ターン目になっています。オデッサを出発したギレンの部隊がマドラス到着しましたね。では戦闘開始していきましょう。ここはギレンの部隊しかいないので、かつですね、この後、まあ、増援もあまり期待できないというような状況ありますので、まあ、しっかりと戦力を温存しながら、まあ、戦っていくということになるかなと思います。では
戦闘開始です。攻略戦を開始します。モビルスーツの数、あとは乗っているパイロット、これいずれもですね、エースが揃ってるので、まあ、決してね、帰還するような状況ではないですが、いかんせん、まあ、ハードという難易度と、あとご覧いただいている通り、敵の数ですね。これがめちゃくちゃ多いので、まあ、どう対処していくかっていうのはね、しっかり考えながら、プレイの方は進めていきたいというふうに思います。では、早速ですが、モビルスーツ隊を展開していきましょう。どうだろう、ここはデザートザク1個無駄にしてでもここは拠点を確保したいな。で、拠点を確保した後、コムサイは、まあ、かなり脆弱なので、コムサイは撤退させます。あとは、そうだな。3連星をはじめとした、ギャロップ隊を前線へと出していきましょう。ギャロップであれば一撃死というのは考えにくいとは思うので、まあ、ギャロップに乗ったまま進軍させちゃいましょうかね。パッドアンクルがちょっと脆い可能性があるので、まあ、あまり無理せずというところですかね。では敵と交戦状態に入っていきます。まだ敵モビルスーツはいなそうですね。いや、ここにガンタンクがいるな。まあ、このガンタンクは遠距離から撃ってくると思うので、早めに接近して、仕留めていっちゃいましょう。で、今、動きを見ると、3連星のザクがですね、陸上戦ちょっと戦えなそうなので、切り離しましょうか。あ、ファットアンクル狙ってくるな。まあ、ここは防御します。ファットアンクルは貴重な移動手段なので、撃、チンされないように配慮はねしていきたいと思います。はい、では敵の前衛部隊と交戦状態に入りました。ここはデラーズ閣下ですね。デラーズももうちょっと階級上げていきたいので、モビルスーツに乗って頑張ってもらいたいと思います。生きてこそ得ることのできる栄光もある。まあ、やっぱりね、その階級上げるには敵の指揮官パイロット、これを撃破するのが一番いいので、まあ、数はあまりいなそうですけども、敵の指揮官パイロット見つけたらね、積極的に撃破を狙っていきたいと思います。こちらはジョニー・ライデン。ジョニー・ライデンは専用のザクに乗ってます。ちょっと相当しきれなかったですね。ここはノリス大佐。ノリス大佐もザクの陸戦タイプに乗ってもらってますね。まあ、問題なく撃破できるかなと思いますね。で、3連星は先ほどお話した通り、ちょっと地上では、まあ、その移動力という意味では物足りない部分があったので、ギャロップに乗ったまま前線に突入して、そこで降りてもらえればいいかなと思いますね。ではさらに前進しました。戦っていきます。引き続き、デラーズ。無駄死にはせん。この敗北、決して無駄にはせんぞ。どこか。ここはですね、ガンタンクと戦いになりますね。ガンタンクが、まあ、おそらくこの戦場にいる唯一のモビルスーツ、まあ、モビルスーツなのかな、まあ、タンクだと思うので、このモビルスーツ、もどきのガンタンクですね、これを撃破してしまえば、あとは、まあ、今までと変わらない戦いっぷりになるかなと思います。いや、本当にね、最新のグラフィック、最新の、CPU とかメモリーの性能でね、ギレンの野望、出してほしいですね。射撃戦の後は格闘戦に入ります。ガンタンク硬いですね。
しかもガンタンクに攻撃をかわされるとは何事だ。ガンタンクが撃破できなかった。出来損ないなのに一撃必殺、倒せませんでしたね。これが私の戦い方だ。ここはオグス、グリウントがトラックを撃破ですね。話にならん。では今ご覧いただいたような要領で進軍をしていきます。敵の援軍が到着。北京から敵の増援が出たんですね。これは厳しくなりそうだな。そうするとこちらとしてはですね、北京の攻略戦を発動してもいいかなと思います。で、北京の攻略戦を発動したら北京がね、おそらく手薄になってると思うので北京の攻略がしやすくなるじゃないかなと推測します。さあ、敵の増援だ。敵の増援をどこで迎え撃つかですね。さあ、敵の増援を迎え撃つ体制なんですけども、航空機が多数侵入してますね。デブロックが多いかなと思います。なので、ちょっと持ちこたえられるかどうかわからないんですが、ノリス大佐だとライデン、ジョニーライデンですね。これで食い止めたいと思います。その間に敵基地の中心部の制圧、これを進めましょう。まあ、なんとかね、持ちこたえてもらわないと、ジュン軍側には増援がないので、まあ、何としてもね、持ちこたえてもらって、ここの攻防戦を制することができれば北京が手薄になっているというところで北京を狙いに行きます。はい、現在まだマドラスでギレン総帥が激戦を戦っているんですが、敵が北京から増援を送ってきているので、北京がガラ空きになっていると予想します。なので、この隙にですね、北京に部隊を降下させていきたいと思います。地球降下ルートですね。偵察、補給、このあたり全部入れて、コンスコンに降りてもらいたいと思います。これでね、北京とマドラスを同時に攻略できれば、まあ一番御の字というところになってくるかなと思います。はい。損害は出ましたが、ようやく敵の基地中心部ですね、こじ開けました。長かったなぁ。結構きつい戦いでしたけど、まあ、まずはものにできたかなと思います。で、この後はですね、回復を図りつつですね、残存している敵部隊を掃討して、このマドラス基地の攻略を完了という状態にね、持っていきたいかなと思います。はい。マドラス基地ですが、ミデアが、いくつか撃ち落とせてないんですが、まあ、これを撃ち落とせば攻略が完了します。というところで、次回はですね、今ご覧いただいたこのマドラスの総統戦と、あとは北京の攻略戦ですね。これ同時に行っていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、また頑張っていきたいと思います。